ドイツキリスト教民主同盟はドイツ民主共和国に存在した政党。ドイツ社会主義統一党主導のヘゲモニー政党制の元に存在する衛生政党だった。ヤーコブ・カイザー第二次世界大戦が終結するとドイツは連合軍に占領された。その中で旧中央党勢力の多くが1945年の間にドイツ各地でドイツキリスト教民主同盟を結成した。 ソ連占領区域でもセビが結成され、当初は中産階級キリスト教徒を代表する政党だったが、ヤーコブ・カイザーなどキリスト教産派の政治家が台頭していく。夫を主け。中央は社会主義統一党のビルヘルム・ピーク。左はドイツ自由民主党のウィルヘルム・クルツ。背後にいるのは社会主義統一党のバルター・ウルブリヒトとト・をグローテ・ボーリュシカ氏。ソ連占領区域で、 ドイツ共産党とドイツ社会民主党が合同し、ドイツ社会主義統一党が結成されるなど、スターリン主義に基づく共産主義化が進む中、1948年にカイザーがソ連占領区域から追放されると、西側のセリとの関係は切れ、オットーの指揮のもとで実質的に社会主義統一党主導の人民、民主主義体制参加の衛生政党となった。さらに、 それでも農村部には独自の組織力を有していたセリの勢力を削ぐことを目的にソ連軍及び社会主義統一党は1948年にわざわざドイツ民主農民党を結成している。公式には1949年のドイツ民主共和国建国後、1952年の党大会で社会主義を授容した。東ドイツにおいてはキリスト教民主同盟は 人民議会の500議席中50に議席を割り当てられ、形式的には勢力を保っていた。しかし、東ドイツ憲法では、社会主義統一党が国家を指導することになっており、キリスト教民主同盟が、当局や社会主義統一党の施策に反対することは、ほとんどなかった。当主は、国家評議会副議長となり、閣僚評議会副議長を出すなど、 完全に体制内の政党となっていた。ロタール・デメジエール1989年に、ポーランド民主化運動、ハンガリー民主化運動の余波を受けて、東欧革命の波が東ドイツに及ぶと、キリスト教民主同盟も、その影響にさらされることとなった。東ドイツで民主化運動が盛り上がり、エーリッヒ・ホーネッカーが政権の座を追われ、ベルリンの壁が崩壊すると、ロタール・デメジエールが、 党首となり、党は西側のキリスト教民主同盟に習って、中道右派的なキリスト教民主主義に路線を転換、さらに早期の東西ドイツ再統一と西ドイツの通貨であるドイツマルク導入を掲げた。これらの政策により、東ドイツ最初で最後の自由選挙となった1990年3月18日の人民議会選挙では、保守政党としてドイツ社会同盟。 民主主義の出発と保守政党連合である、ドイツ連合を組み合首相デメジエールが、東ドイツ最後の首相に就任して、ドイツ再統一への道をつけた、ザビーネ・ベルクマン・ポール。右は、西ドイツ大統領のリハルト・フォンバイツ・ゼッカー選挙後、当所属のザビーネ・ベルクマン・ポールが、人民議会議長となった。その後、民主主義の出発を合併した上、10月の ドイツ際統一に際して、西ドイツのキリスト教民主同盟に合流した。カイザーは後に、西ドイツの首相となるコンラート・アデナウアーに並ぶ、理論家、指導者であり、アデナウアーの西側編長、東西分裂促進的な政策に強く反対したが、ソ連軍により解任され、西側に追放された後、アデナウアー政権で全ドイツ問題賞となる。 東欧革命の波及以前では1972年3月9日に妊娠中絶を認める法案の採決において反対票、棄権票を出したのが唯一の反対例である。新井武氏、もう一つのドイツ P173 これは他の三つの衛生政党も同じである。しかしデメジエルは後にシュタージの協力者であった過去が発覚して公職から、 知りぞかざるを得なくなった。ありがとうございます。